とお邪魔します。子犬のような目で見るな、七瀬。リクって呼んでください。ご飯作り失敗しちゃったの？待っててね、今パスタ茹でるから。どうしよう。また辛いの？エルヤン。ヤマさんがいつも作ってるラーメン。ブラックホールと来て。はい、ミツキがいつも作ってくれたドーナツ。ビッグバンで出現したブラックホールです。ラスボスはプールオブブラッドです。初めて言われた。おかえりなさい。ご飯できてますよ。泉兄弟万能すぎ。このままお嫁に欲しいよ。バン、もし僕が川だったら。はあ、お前が川なんてのどかなもんか。チョモランマ、写真で眺めてる分にはいいけど、実際行ったら 100% 後悔するあれだよ。だから芸能人やってるんだろう。チョモランマ。あ、あんた随分腹くくったな。僕がとある業界の大先輩の別邸にお邪魔した時に、学ランを着た男の子に会いました。違う、本当に違う。今から二人で個室居酒屋行こう。さっと仲直りしような。ちょ、その男の子は出会い頭にこんな分厚い年賀って書かれたのし袋を僕の懐に突っ込んで言いました。あんた新入りか、これパチンコですって来いよ。あ、ナイフみたいに尖ってる。すでに涙目じゃねえか。そいつが俺の親父。え？え？子供がいるなんて話。無神経。あ、テニーに文句言ってるわけじゃないよ。なんとなく気持ちわかるなって。なんでそこまでしてくれるんですか？暇つぶし。趣味だよ、気にしないで。ユキは昔はもっと無口でズーズーしくて対人関係を築けない、顔だけが取り柄のトラブルメーカーだったからね。容赦ないですね。おお、俺は分かんねえこと多いからイオリンに聞くわ。ややこしい奴らだな。僕がモモより先にバンにデモを聞かせようとしたから、この前謝っただろ。は？あれ？言ってなかったっけ？何やってるんですか？消火器相手に。いつから見てた？それで、こいつ、化石か？お前の。お前。って、俺の方が年上なんだけど、さっき自己紹介したし。はい。パンさん、超イケメン。手帳もイケメン。イケメン。九条さん。そうですね。カメラが回りっぱなしだから手にもキャラがオフされない。最後まで持つのか。今の仕事のやり方に不満を覚えてどこかに移籍しようとしたら。最近不満はないですか？スケジュールがきついとか、希望の仕事ができてないとか。なんで急に猫なで声？へえ、近くで見ると可愛いな。え？名前は？高梨プロダクションの高梨さん。じゃなくて、俺になんて呼ばれたい？え？え？ガオー。やめてください。今夜は返さないぜ。桃さん、何を？